というわけで早速のギャンブル。完全な素人のメアリちゃんに対し、アイウラさんはイカサマバーン。メアリちゃんは20万円の借金けど、私のお金を元手にメアリちゃんは再戦を挑む。でもやっぱりイカサマバババババーン。けどイカサマ見破りドドドドーン。メアリちゃん見事大勝利。なんと編入初日で20万円を手に入れ、クラスのトップに上り詰めたのです。ここからメアリちゃんの、私たちの物語は始まった。そして思ったんです。きっとメアリちゃんはただ学園に通うお嬢様なんかじゃない。